佐藤太一を心より歓迎いたします。半分以上抜いてるからな。それでは FC 東京選手の紹介です。背番号20ゴールキーパー権田修一、はい、背番号14ディフェンダー中村北斗、はい、背番号3ディフェンダー森重正人、はい、背番号36ディフェンダージェイド・ノース、はい、背番号33ディフェンダー六原健太、はい、背番号22ミッドフィルダー羽生直武、はい、背番号35ミッドフィルダー下田晃平、はい、18ミッドフィルダー石川直弘、はい、背番号27ミッドフィルダー田辺壮太、はい、背番号39フォワード矢沢達也、はい、背番号49フォワードルーカス、はい、そしてリザーブは背番号1ゴールキーパー塩田仁、はい、背番号34ディフェンダー渚智和、はい、背番号17ミッドフィルダー長里元気、はい、背番号32ミッドフィルダー上里和正、はい、背番号9フォワードロベルト・セザー、はい、背番号30フォワード高松大輝、はい、背番号38フォワード坂田大輔、はい、そして監督は大隈清、はい、守護神ゴールキーパー西部雄平、ナンバー5音速のドリブラーディフェンダー臼井康平、ナンバー3最終ラインの総番長ディフェンダー大井健太郎、ナンバー4ソウルファイターディフェンダー山内隆弘、湘南は俺が引っ張るディフェンダー鎌田昌磨、ナンバー6湘南の秘密兵器ミッドフィルダー長木龍太、韓国からやってきたバイタルの闘牛士ミッドフィルダーカン・プキョウ、ナンバー10神の子ミッドフィルダーアーシェル、無敵のレフティーモンスターミッドフィルダー石上直也、ナンバー8ペルフェクトレジスタフォワード坂本浩二、ナンバー13ルー
は暴れん坊将軍